フリーデリケ・アマーリア・ビルヘルミーネ、ビクトリア・フォンプロイセンは、リッペ公国の摂政アドールフツ・シャウムブルク・リッペの妻。後に、ドイツ皇帝となる皇太子フリードリヒとその日、ビクトリアの次女として生まれた。兄に、ビルヘルム二世、妹に、ギリシャ王妃となったゾフィーがいる。家族内では、小さなビクトリア、または、モレッタと呼ばれた。他の姉妹たちと、同様。 ビクトリアは母からイギリス式に慈しまれて育った。結婚適齢期を迎えた頃、ビクトリアは抜ン、ベルク家の講子アレクサンダーと恋に落ちた。彼はブルガリアの元首であり、ビクトリアの両親も二人を温かく見守っていた。しかし、祖父ビルヘルム一世と最初夫フォンビスマルクがこの縁組に反対した。彼らはドイツ王女とブルガリア皇の結婚が、 ロシア帝国の起源を損ねることや、ブルガリアでのアレクサンダルの行動遺憾でロシアとの圧力につながりかねないことを恐れた。悪意のある言葉の応酬の末、皇太子夫妻は娘の恋の反対に回り、ビクトリアはアレクサンダルとの結婚の望みを捨てなければならなかった。1890年11月19日、ビクトリアはリッペ広摂書アドルフと結婚。 彼は1895年から1897年の間、精神障害のあるリッペコをアレクサンダーに代わって政務を務めていた。彼女は結婚して間もなくに解任したが流産に終わり、二人の間に子供はなかった。1916年にビクトリアは夫と死別した。第一次世界大戦中、ビクトリアはドイツ側につくべき人間でありながら、母、 ビクトリアの故国であるイギリスへ非常に同情的であった。戦争後に彼女は重邸にあたるジョージ5世に会い、信仰を深めている。1927年11月、ビクトリアは35歳年下のロシア難民、アレクサンドルズブコフと再婚した。彼と離婚の話し合いを進めていた1929年11月、ビクトリアはボンで死去した。 ありがとうございます。